はい、今日はですね、ちょっととあるホテルでコンサルで有名な増田拓夫先生のコンサルをね、今受けてるんですけど、普通にね、こうやって財布をその辺に置いていくんで、中身チェックをですね、して、やりたいなと思います。あと OK 出たらね、普通に使いたいと思うんで。おっ、結構分厚くて、思ったより入っててやばいから、ちょっとやめとこうかな。いや、普通に財布置いていくから先生。何？いや、結構分厚かったんで、ほんまに金持ってんのかなっていう部分も。何それ、何それ、何それ。密かにやめてよ、ちょっと見ようかなと思って。そんなんそんなん、もうやめてよ勝手に見るのやめてよ。見たら結構入ってたから、うん、見たね。ちょっとやらしいかな、入ってなかったらおもろいなと思ったんですけど、ちょっと見てみる。はい、違かないですか。そうやな、ちょっと。これ何してんのですか。何してんの、これ何してるんですか。これ今何してる。いや、これ隠し撮りして入ってなかったら面白いなと思ったんですけど。隠し撮ってないやん、全然。帰ってくる前に、トイレ帰ってくる前にも全部10万ぐらいやったら面白いなと思ってやって。いやいやいや、さ、人のお金を触るな。普段これ何してるんですか、こんだけで。いやいや、別にちょっと姉妹や、とりあえず。何してんの。多分みんな財布の中身で見たことないと思うんで。何してんのそれ、びっくりするわ。ほんまに持ってる鍵枠が出てるかもかなと思って。ああ、なるほどね。はい、あ、それを今取ってんや。そう、取ってて、なかったらないで面白いなと思ったんですけど。ないわけ。ま、でもどうやろう、毎日は入ってないけど、はい、この大阪出張行く時とかは何か入れてるかな。何か、そうそう、何使うんですか。でもこんな使うことないでしょ。使わへんよ、使わへんけど、もつわな。でもこれまた財布が、これなんていうの、エルメスの財布をね、この前シンガポールで買ったんですけど、はいはい、あんまり札入らないんですよ、実は。これでもこれ今の何本入ってんすか。これ130万ぐらい。へー、はい、そう。気持ち悪いですね。気持ち悪いか。これ落としたらどうするんですか、今度。うん、いや、 GPS 入ってるから大丈夫。そう、すげえ、 GPS 入ってるし。へー、そう。昔は何やろう、入れとったらなんか安心やったけど、今は全然なんか入れとっても別に普通やな。私使わへんし、そうっていうのがあるから、ちょっと僕もこうどんな動画にしようかなって一気に迷ってきたんですけど、なんや持ち歩いてないやろなと思って、お金、ね、ね、まあまあこんな時代からね、はい、でも結構履いてたから、ちょっと僕がこうバッて出す予定だったのが、そう、ビビって出せなかったんです。なるほどね、はい、いつもいくらぐらい入れてます。僕はほんまに入ってないですよ、3万円ぐらい入ってて。ああ、そうなんや。でもほとんどカードですか。ほとんどカードです。あ、いいとこ行かないんで、大体パスモとかで行けるんで。パスモに結構入ってます。あ、そうなんや。でもパスモ言うたって自分2万円ぐらいしか入られへんやんな。2万か3万ぐらいしか入れへんやろ。1万円ぐらいしか入れないですけど。あ、はい、そうですね。出張の時はなんかそのなんかカード使えへんところもちょこちょこっとあったりとか、例えば変な商店街とか行ってご飯食べに行ったりすると、すいません、ちょっとカード使えないですよとなったら、言うたってこんなお金はいらないですけども、はい、なんかやっぱりこのお金って僕感情があると思ってるんで、はいはい、いっぱい人が集まるとこ、人が集まってるじゃん、だから持っとったら集まってくると思うから、この財布はちょっと100何本しか入れへんけど、昔もうちょっと大きなエルメス使ってる時は毎回500万ぐらい入ったもんね。どうやって入んねんと思って、セカンドバッグに入れてたとか、こんな200万は絶対入ったから、そう。それだともうリュックで札束積んで、こう、背負ったら筋トレすぎじゃないですか、先生。いや、お前なんか、舐めてんのか、お前は。そう。そうやな、そうやな、二宮金次郎みたいな、はいはいはい、あんねんけど、そこまでは別にいらないじゃないですか。いや、これも十分いらないですよ。そうかな、はい、いや、こんなんでも普通使いますよ。だってワイン3本ぐらいので40万と50万で言うときあるじゃないですか。そう、きっと今言ったらそれを見たい人たちもいてると思います。え、何どういうこと。そのワイン飲む場面に招待してっていう人がもしかしたらいるかもしれない。来たらいいやんな。あ、俺とか春が飯食うときに来て、そのワインを飲む瞬間だったりとかっていうのがあったりするといいんじゃない。そう、すごいですね。やっぱり あれですよ、うん、僕成功してるって自分で思わないですけれども、はい、ちょっとだけお金持ちになって思うのは、なんか人にご馳走したりとかってできるんですよね、はいはい、だからこれも、だって人にご馳走、だってこの前でもウルフギャングとか言った時とか、はいはいはい、
ほな、大盛りじゃないですか、はい、ただの、はい、そう、ほんで、なんか、わからんけどワイン飲んだりとか、いや、あの時割り勘にするかって言われた時に、わ、やばいと思って、おごってくださいって言いましたけど、そうそうそう、でもな、僕別にごちそうしたいからじゃなくって、うん、僕はやっぱ昔苦しかった時にそうやって先輩っていうか、はい、いろんなその時のメンターとかにいっぱいごちそうになったから、うんうんうん、今はその春先生とかももちろんですけれども、そういう人たちがなんか行きたいけど、うん、ちょっとまあ自分の予算では行けませんって人たちと一緒に行って、いろんないい話して、うん、必ず思ったったからお前このお猿受けろよとか、はいはいはい、そんなん言うてたら多分誰も来ないんですよ、うん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 、だから、そう自分たちが適品体験を自分のお金とかを使って、うんうんうん、自分のお金だってあんたらが払ってるお金ここに入るだけで、ほんまですよねありがとうございますって言うけど、あの払った額の一部が、ありがとうございます言うてるけどもあんたらもう結構払ってるみたいな春だって多分1000万ぐらいはくだらないと思うんですよ。いや、できてますよね、うん、8年、7年ですもんね。そう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 、まあ、次15万払ってると計算してみ、うん、そうやばいですよね。やばいよ、やばいよ、ほんまに 180×8 やろ、もう余裕でいってるから、うん、ウルギャングなんか何回超えの話やから、まあ、ですよね。はもっとごちそうなりにいかなかったんですね。そう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 、まあ、コンサル舐めてるのかって話ですけれどもでもまあそんな感じでやってあげたことを、あ、やってもらったことをやってあげる、うん、でまたその人たちもあっていっぱいなんかこう成果が出たら、うん、また成果出てへん人たちとこうごちそうというかご飯食べにごちそうしてあげたりとかしたりするとやっぱ勇気出ると思いますから、うんうんうん、だからぜひこの風に使ってほしいなと思うんで、はい、なるほどですね。そう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 、あとはなんかのカードが使いすぎて、うん、たまにね、あの使いませんって時あるんですよ。これはそんなんあるんですか。え、あるよ。カード何枚持ってるんですか。なんか使い分けてるんですか。カードはね、じゃあの編集めんどくさいんで番号と3って言ってくださいね。はいはいはい、はい、あの編集めんどくさいって言われて例えばこのアメリカンエクスプレス SPG のカードだったりとか、これは上限あるんですか。上限ないやつとかないんですか。 SPG のカードですね。はい、であとはビザカードとリソナ銀行が一緒になって出るやつとか、うん、はい、でこれ2枚かかります。でこのダイナースカードは一応このダイナースカードって言いましたけど、こんなカードですね。これプラチナカード、これビジネスのポイントカード、でこれは自分の個人のちゃんと番号隠れてます、うん、隠して大丈夫ですか、うんうんうん、自分もドキドキしてきた今なんでやねんお前取っといて、ね、そう、でこれなんか飛行機変えたりしないですか。飛行機買います買います、はい、買えるんですか。飛行機買います。でこれアナのスーパーフライとかビザカードとかですね。へー、はい、え、どれ飛行機買えるやつなんですか。いや、ボーイングやったら別にどれでも買えるよ。787とか別に30億とかでも全然買えるし、限度額、そうそうそう、でやばいっすね。アジアとか行ったりするとダイナーズとかって使えないんですよ。ビザとかマスターとか GCB しか使えないもんじゃないですか。ビザカードとかはやっとあの作っておいてって感じですけども、でもほとんどビジネスカードなので、うん、ビジネスで使うときしか、例えばこういうホテルのラウンジとかで使うときは全部ダイナーズでやってますけれども、なんか聞いてるとしんどくなってきましたね。なんかなんで、あの最初の始まりからこんな話になると思わなかったんで。あ、ほんまですか。はい、そう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 、でもやっぱりお金たくさん持っておいて、うん、安心するというよりも、まあ、なんかいざというときに、なんか現金出さなあかんときとか、うん、なるかな。だから持ってるって感じ。別にこんなん、あの、多くないと思うよ。何を比較対象にして多いと思ってるかって話だと思うね。まあまあそうですけど、自分を比較対象にしたらほら多いよな。僕の中では別にこんな別に何も多くない。でもいますもんね、その、まあ先生、まあ、メンターさんもいてると思いますけど、こんなキャッシュ持ち歩いてる人います？いい品、そう、だからいいかなって、マイノリティ、少数派、マイノリティですね。はい、さっき覚えた言葉のマイノリティ、マイノリティですね。いいと思うよ。なるほどですね、うん、なんかえらいすごい真面目な話になったんで最後に、ま、僕は一応治療家さん向けのね動画を撮らせてもらってるから。あ、そうなんや。自分で閲覧するために撮ってるわけじゃないんや。どんな趣味なんですかこれ。変態じゃないですか。ただ変態やろ。変態やないか。なんか今治療家さんに向けて何かこう、マサ先生から、マサ先生今なんかもう治療家さんに特化してるわけじゃないじゃないですか、もう本当に、はい、もういろんな経営者さんのコンサルをされてると思うので、うんうんうん、治療家さんに向けて何かアドバイス、メッセージがあれば。普通のことやってたら多分普通の結果にしかならないと思うから、うん、治療院、一人治療院の人とかは特にですけれども、うん、自費移行にするのにどうすればいいですかとかって、そんなんね、標準的にやっていかなあかんと思うし、うん、もしくは全部保険にするとかね、全部保険にする治療院とかにすればいいと思うから、うん、
そう、なんかね、同じことやったらあかんと思う、周りと、うんうん、ただそれだけ、うん、違うことをやれってことですね。そう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 、その地域で誰もやってへんようなことをやる勇気を持ってやっていたりすると、うん、春先生みたいな、また第2の春先生とか、うん、第3の春先生みたいな人たちが出てくると思いますんで、なるほどですね、ぜひ頑張ってください。じゃあ、はい、まず最初に取り組むこととしては、財布に100万円入れましょう。いやいや、なかったら入れられへんやん。そう、貸してあげて、借りてきましょう、ね、あの昔なんか僕ほんまにこのそうザラワンシじゃないですけど、これぐらいの茶色い紙買ってきて全部切って上と下だけ1万冊にしていって300万とかやってましたよ。あれ、そういう、あれもやってましたよね。なんかこうメモ帳、万冊のメモ帳の上と下だけ1万冊にして、知っとんな。そうそう、そういうのとか売ってるやん、ドン・キホーテとかで、そう、面白ショップ、あのビレッジヴァンガードとかで売ってるやん。あんなんやって練習してるといいよ、おマジで。うん、これね、まあ、バカにする人いてるかもしれないけどね、ほんまにそれですごい変わるんですよね。いや、ほんとにすごい変わっていくよね。あと1万冊ビーって破ったりとかして、あー、あ、そうですね、やるやん、そうそう、いらん、いやーって、これを10回繰り返すとかね、はいはいはい、家にあります、バラバラのやつ、真似させてもらったんで。あー、ねーねーねー、はい、いつ日付に銀行行こうかなと思ってても、なかなか行けない感じですけどね。はい、それ溜まってるの。じゃあ僕今度遊びに行った時、それちょっと僕、いやいや、もういらない、いらない、はい、なんか、はい、真面目な話になっちゃったんですけど、これでちょっと動画終わりたいと思います。また。